ムンバイ同時多発テロ。ムンバイ同時多発テロは、2008年11月26日夜から11月29日朝にかけて、インドのムンバイで、外国人向けのホテルや鉄道駅など、複数の場所が、イスラーム過激派と見られる勢力に銃撃、爆破された数の人質が取られまた殺害された、テロ事件である。2008年11月26日夜、 インド最大の都市であり、商業の中心地でもある、ムンバイ、救命ボンベイで、同時多発的に発生した10件のテロ立てこもり事件は、11月29日朝、陸軍部隊が全ての立てこもり拠点を制圧して集結した。少なくとも172人内し174人、うち34人は外国人が死亡、負傷者は239人に上ることが確認されている。 テロ攻撃のうち発見が南ムンバイで起こった。標的となったのは、混雑したチャトラパティシバージーターミナス駅、2カ所の5つ星ホテル、ナリーマンポイントにあるオベロイトライントと、インドモン近くのタージマハルホテル、コラバ地区にある旅行者に、人気のレストラン、レオポルドカフェ、カマ病院、ユダヤ共生党派のナリーマンハウス、ムンバイハバドハウス、メトロアドラブ映画館である。 ムンバイ警察の本部では、マハーラーシュトラ州隊テロ特殊部隊の隊長を含む、少なくとも3人の警察幹部が、銃撃戦によって死亡した。ムンバイ港湾地区のマズガオン造船所では、爆発があった。10件目の事件として、空港に近い北ムンバイのビレーパールレイ郊外におけるタクシーの爆発が挙げられるが、南ムンバイの同時テロとの関連性は不明である。 デカン・ムジャーヒーンと名乗る組織から事件の犯行声明を主張する電子メールが報道機関に送られた。捜査によりこの電子メールの発信元はパキスタンであることが突き止められた。しかし、テロ実行犯たちの所属組織は特定されていない。インドのマンモハン新首相はこのテロ事件は単独では実行不可能であったろうから、おそらく外部とのつながりがあるだろう述べた。 警察の発表によると、逮捕したテロリストの内数人が、自分たち実行犯はパキスタンに本拠を置く、イスラーム主義組織、ラシュカレといえば、ラシュカーイータイバに所属していると供述したとのこで、あるが、このことは、インドパキスタン両国の関係に、深刻な影響をもたらす、可能性がある。しかし、パキスタン政府は、テロリスト集団への支援を否定し、テロリストには宗教など、 全く関係ないとの考えを明らかにした。インディアン・ムジャーヒディンのテロリスト集団は2008年9月にもムンバイの市内複数箇所で爆破事件を起こすと犯行予告を出していた。いくつかのテレビ報道によるとオベロイタワーで人質を取って立てこもっている最中、テロリストの一人は国内のあるテレビチャンネルの放送において人質解放の条件としてインドで拘束されている。 ムジャーヒディム全員の釈放を要求した。また、この実行犯は、その場に7人の仲間が人質を取って立てこもっている、とも述べた。この要求は、ナリーマンハウスの人質の一人がニューデリーにある、イスラエル領事館へかけた電話でなされたものと伝える、報道もある。アルカーアイダが、この攻撃に関与しているかどうかについては、専門家の間でも意見が分かれている。 パキスタンに詳しい解説者の中には、この事件の背景には、インド国内のテロ勢力がいると、示唆すむ気もある。ムンバイ同時テロは11月28日早朝に、一旦集結宣言が出されたが、直後に撤回された。鎮火され、兵士たちが人質を避難させ、犠牲者の遺体を片付けていた、ナリーマンハウスとオベロイトイベントでは、特殊部隊兵士により、人質が救出された。 ユダヤセンターでは殺害された5人の人質が発見された。ニュースはその後タージマハルホテルには以前2から3人のテロリストが潜伏しており複数の爆発音が聞こえ銃撃戦が続いていると報じた。火災がタージマハルホテルの1階で発生し2階部分から猛猛たる煙が立ち上った。タージマハルホテルの建物への損害は凄まじく。 屋根部分のドームやヘアーティジュイン・オブ・ザ・タジの一部は破壊されたと伝えられた。軍治安部隊 n s g によるホテル鎮圧作戦は完了し、その際に実行犯3人が死亡したとされている。タージマハルホテルの制圧が完了し、同時テロ事件が本当に終結したのは11月29日朝のことであった。このテロ事件は、 インドとパキスタンの緊張関係を一層悪化させた。インド外務省は12月1日にパキスタイ公答弁務官のシャーヒド・マーリクを呼び、パキスタンの土壌から生まれたテロをパキスタンが抑え込めなかったことについて公式に抗議した。インドは近年多くの爆弾攻撃を受けており、ムンバイも多くのテロ攻撃を受けてきた。今回のテロ攻撃に先立ち、 タージマハルホテルのオーナーやインド沿岸警備隊には警告が届いていた。アメリカもインドに対してカイロを経由したテロ攻撃について警告を行っていた。今回のテロに参加したテロリストの多くは港の外に停泊した船舶からボートに乗り移ってムンバイに上陸したものと考えられている。11月26日午後8時10分。 大きなバッグをいくつも抱えた10人くらいのイスラーム系テロリストを乗せたボートが、ムンバイのカフパレード近隣のマッケマール長に着岸し、そこで6人が上陸し、4人は岸に沿って航海を続けた。近隣10人がそのグループに職業を尋ねると、彼らは学生だと答えた。午後8時30分、同じような出来事がコラーバ地区でもあった。ウルドゥ語を話す10人の男が、 空気注入式の高速ボートに乗ってに着いた。彼らは、マラーティーゴを話す地元の漁師に向かって、余計なご世話だというとに方向に分かれて去った。この漁師は警察に報告したが、ほとんど反応はなかったという。テロ攻撃は午後9時20分頃始まった。この時、AK-47 自動小銃で武装した二人のテロリストが、チャトラパティシュバージーターミナス駅に入ってきて、 銃を撃ち手榴弾を投げ、少なくとも10人が死亡した。タージマハルホテルでは、2人のテロリストが7人の外国人を含む15人の人質を取って立てこもった。CNN は午後11時にタージマハルホテルの人質事件は解決したと報じ、人質はすべて解放されたという、マハーラーシュトラ州警察庁の言葉を引用したが、 後になって、ホテルにはまだ人質が残っていたことが分かった。オベロイトライデントホテルでは40人が人質となっていた。爆発はタージマハルホテルで6回、オベロイトライデントで1回あったと報じられた。タージマハルホテルは午前4時22分には政府に完全に統制されたと報じられ、インド人のコマンドがオベロイの中にいた2人のテロリストを殺害し、建物を制圧した。 2箇所のホテルでは火事が起き、九州部隊と陸軍に包囲されていた。陸軍のコマンド400人とのコマンド300人と36から100人のマーコスコマンドが現場に送られた。テレビ局からのライブ映像をテロリストが受信しているという報告があり、ホテルへの配信は停止された。タージマハルホテルでは全てのテロリストが排除され、 警察と消防が中に残されていた50人ほどの人々を救い出そうと働いていた。ビルパールで小規模の爆発があり、サンタクルーズも手榴弾で攻撃されたと報じられた。南ムンバイのネペアンシーロードでも2回の爆発が報じられた。現地の鉄道のうち、インド西部鉄道のムンバイ郊外線は運行していたが、インド中央鉄道は止まっていた。立てこもりが続くオベロイでは、 さらなる爆発が報じられた。その間、警察は、マズガーオン造船所に停泊していた、武器弾薬が満載のボートを押収した。襲われたホテルには、様々な国や、組織の議員なども滞在していて、巻き込まれかけたり危うく、難を逃れたりしている。ニューヨークタイムズによると、テロリストは、コラバ地区にあるハバドルバビッチ派のナリマンハウス、ムンバイハバドハウスでも、 人質を取って立てこもった11月29日早朝、ラビであるギャベリール・ホルッツバーグ氏とその夫人は、他の人質と共に、建物の中で殺されているのが発見されたと報じられた。11月29日、タイムズ・オブ・インディアは、この戦いは、発生から60時間後に、インドチアン部隊の手で終結したと報じた。タージマハルホテルで最後の作戦が完了したのは、 11月29日午前8時のことだった。治安部隊は、オベロイトライデントで250人、タージマハルホテルで300人、ナリーマンハウスで12家族60人を救出した。11月29日付の ABC ニュースによると、殺された人は、計172人に上った。デカムジャーヒリンと名乗る組織が、報道機関への電子メールで関与を主張している9月には、 インアン・ムジャーヒディームが将来攻撃を行うと警告していた。目撃者によると銃を持ったテロリストたちはアメリカと英国のパスポートを持った人間をより分けていたという。同時にインデペンデント紙によれば攻撃者はヒンディー語もしくはウルデュ語を話す若い南アジア系で自分たちは外国人ではなくインド武装勢力のメンバーであると示唆していたという。 いくつかのメディアは、これらのテロ攻撃をパキスタンに本拠を置く、イスラーム武装勢力ラシカレトイバによるものと、報じている。ニューヨークタイムズによれば、国際的なセキュリティ専門家が、デカン・ムジャーヒディーンについて何も発見できないとし、アナリストの一人はこれを、表看板と見ているという。もし、ラシカレトイバが関与しているなら、このテロはアルカイダに繋がる、可能性があるが、 ラシカレとイバは関与を否定している。テレビのスカイニュースはテロリストの一人がお前たちはカシミールでどれだけ多くの人が殺されたか知っているのかお前たちの軍隊がイスラーム教徒をどのように殺してきたか知っているのかパキスタンなまりのアクセントで叫んだと報じた。ガーディアンはアルカイダが関与しているのではないかとの憶測についてミスリーディングであろうとしている。 デイリー・テレグラフによれば、セント・アンドルーズ大学のある教授は、アルカアイダは、テロ作戦について詳細な計画を設定するが、世界各地で、我々が見るのは、その計画をコピーしたアルカイダとは異なる人々、異なるグループであると論じる。多くのアナリストが、今回の攻撃は、パキスタン勢力ではなく、今年一連の爆破事件を起こしたと考えられている。 インド過激派グループによる可能性が高いと見ている。インド情報機関は、テロリストたちがパキスタンから地方から貨物船、アルファ5で渡航して、ムンバイに潜入したと見ていたといくつかのインドのニュースは伝えた。このため、インド海軍と沿岸警備隊は西海岸の警戒を強めていた。インドの英字新聞、The Times of India は、インドの沿岸警備隊が数日前に、 行方不明になっていた船を押さえたと放た。グジャラート州の警察は、今回のテロは2002年に起こったアークシャルダーム院襲撃事件に似ているとした。これらの報道は、インド海軍が貨物船、アルファ号を調べて事件に関与している呼んどころがないとしたことから退りけられたが、この船の調査は続いている。あるインド海軍ソマリア海賊対策担当者は、攻撃が ソマリア沖の海賊に関係している可能性を除外することはできないとしている。ムンバイ同時テロでは事件報道においてソーシャルメディアと市民ジャーナリズムの重要性が増していることが浮かび上がった。多くの人々が次々と明らかになる事件の状況をツイッターやフリッカーで報じ、情報はムンバイや攻撃という検索タグでまとめられた。テロ攻撃の翌日、 インド政府はムンバイ市民に警察活動の実況をツイッターで流すのをやめるよう依頼した。多くのインド人ブロガーがテロ事件をブログで実況した。事件発生箇所が Google ググマップでピックアップされた。ウィキペディア、英語版なども、また既存メディアより先んじて事件の詳細を報じた。実行犯の中ではパキスタン人のアジマルカサブが生存したまま拘束。 起訴され、2010年5月6日に死刑判決が言い渡された。死刑は2012年11月21日に執行された。インドでは死刑の執行に大きな制限を加えているだけに事件の重大性が裏付けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。